こんにちは、あやチャンネルのまみーです、ペット博名古屋に、来ました。ワンニャンドームに比べるとね、ブースの数とかはね、すごく少ないんですけどね、混み具合もね、すごいちょうどいい感じなんですよね。なんかもらいましたよ。なんだろう、ここはなんだ？あー、ここの、このお店ね。あ、はい。あ、試食してもらおうか。これは何ですか？これね、魚。それで、焼いて削ったものなんですけど。もう取り合いだもんね。よかったね。国産の無添加の食材使ってますので、とても健康には栄養価も、ありがとう、全員に行き渡ってます。はい、今のよりどりごと2000円からと大変お安くしてます。うーん、最初日なんでちょっとおまけもしますので、はい、もしよかったら。はい、飲みます。はい、いただきます。ワンあ、お茶だね。お茶の味すんだ。匂いがお茶の味。飲むとお茶と違うみたいな。あ、飲むと、うん、じゃあ味がついてるわけじゃないんだ。飲むとちょっと揚げたで。そう、口内殺菌なんだって。もう食べ物の方がいい、飲み物より食べ物の方がいいか。これはいくらぐらいするんですか、この匂いのやつは。このお茶の2950円。約3000円ぐらいなんで、もう1年近くもしますよ。ここは猫ちゃんのブースですね。あ、ここはなんだ、うんち。犬も猫も大喜び、フリーズドライのささみ。こんにちはってみんなが来てくるびっくりだね。ちょっと嫌かな。メリーちゃん、メリーちゃん入って写真撮れるかな。あ、メリーちゃん、メリーちゃん、ダメだ。ね、一緒にね、いつも見てくれてありがとうね、くーちゃんね。くーちゃん、絶対目合わせないで。くーちゃん、合わせないの。今ね、馬の肉のラングススライスっていうのをね、試食しています。こんな感じなんですね。ラングススライス、はい、ありがとうございます。どう、美味しかった？こちらは かわいい。かわいいハーネスですね。はい、あ、ここはお洋服の店かな。 70% オフだって。ん、あ、400円とかあるじゃん。服ちょっと見てみようか。ここ洋服屋さんですよ。ちょっとなんか400円のがあるみたいです。デザインスウェット。我が家はね、買うなら5枚買わないといけないからね、あんまり高いの5枚は買えないんですね。ここは手ぬぐいのお店ですね。よっしゃ、どっち行こうか。
ジャーキーのつかみ取り、え、タラの皮でできた、はい、魚、はい、へおやつなんです。よかったらどれぐらいつかめんのかな。普段ね、これ500円でつかみ取りなんですけど、はい、500円でこれぐらいなんです、いつも。でも、つかんでもらったのが倍以上はつかんでいただけます。タラの皮をキュッと乾燥させて、固めたおやつ、ちょっとダディやる。だって手がでかい方がいいじゃん。ちょっと噛んでもらったら結構ボロボロって最初この噛んでもらうことにも、ね、立て合いになるので。あ、いいね。お、頑張れ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 。おー、1000円以上にはなるんですけど、 ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいね。ペットホークなのでね、鳥もねいっぱいいますよ。今回のね、ペットホーク名古屋で、買ったものともらったものが、こちらに、なります。ね、まずね、この犬の健康お菓子っていうのが2袋あるんですけど、これは、舞台のところでね、じゃんけん大会に参加したんですよ。それでじゃんけん大会でマミが1個買って、ダリーも1個買って、で3回チャンスがあってね、それで、まあ、何人か全部で本当に何十人で当たるんですけど、それでじゃんけんで勝ってもらいました。そしてこれは、つかみ取りですね。魚の、皮をこう圧縮したものなんです。この辺見るとこう皮が分かるでしょ。なんか衣っていうの、鱗か衣じゃないね、鱗だね。これ一つかみでっていうのなんですけどね、まあ、おまけもいっぱいしてくれていっぱいもらいましたよ。でこれはね、アウトレットの、ね、お店でね、ガム、犬のガムなんですけど、これ S で、こちら M なんですけど、これがね5個でね1000円だったの、すごく安いでしょう。だから買いました。そしてこの鹿骨、これはねもういつも見つけると絶対買うんです。もうちょうどね、なんか良さそうな大きさがいっぱい入ってるねセットなんですけど、ね、これを見つけたのでね2つ、買いました。そしてこちらのスタミナボイル、これもね1袋300円だったので、ちょっと2つしかこれなかったんですけど、まあ、こ うち骨好きなのでね、こういう骨がなので、買いました。でこちらは試供品ですね。まあ、ワンコがいっぱいいるのでね、いろいろ、試供品をいくつか、くれましたよ。それからこれが一番今日で高かったんですね、ワンちゃん猫ちゃん気になる匂いにっていうので、飲み水やフードに、混ぜるだけっていうやつなんですけど、まあこれ一日的に、ね、スポイトにこうなってて、一日的にこう水の中に、飲み水の中に入れてってやると色がちょっと変わるんですよ。お茶みたいな匂いが、人間も飲めてダディも飲んだんですけど、匂いがお茶でも飲むと普通のお水って感じで、ね、子供たちもねすごいねごくごく飲んでたのでね、ちょっと買ってみました。うちはジュエルが全然ね歯磨きができないのでね。でこれがですね、うんちの処理バッグですね。これもね1枚ねもらったんですね。ちょうどちょっとゴミがおむつを変えた時に、ちょうどそこのここのお店の前でだったので、そしたら本当に全然これ匂わないっていうやつですね。外にこう匂いが漏れないっていうやつで、他にもねこういうのってあるので私は持ってるんですけど、まあこれもね持ち運びにちっちゃくていいかなと思って、なのでこれも買いました。まあ今回はこんな感じですかね。買ったものともらったものとって感じです。楽しかったです。またね来年もぜひ行きたいと思います。規模はね、少し、まあ、小さい規模だったんですけど、まあ、認知度なのかな、そんなすごいいっぱいの人でもなく、なんかこう何かをするにもすごく並ぶわけでもなく、本当に少し並んだらすぐできるって感じで、本当いい感じにこういろんなものが見れて、体験もこう体験したいのは全部できてっていう感じで、とっても私的にはね良かったです。
あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.